やつ、その名はガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンファイター。ゴー！空を飛び地を駆け海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ。行け行け行けガッチャマン、今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、ゲルトランドのバルギー国境近くの刑務所で起こった火事騒ぎに乗じてたくさんの囚人たちが脱走した。ある者はバルギー国境に向かい、またある者は闇に乗じて街中に潜伏した。だがゲルトランドはエゴボスラーの本拠地である。情け容赦ないギャラクターは囚人たちを次々に殺戮した。この赤い部分がすでにギャラクサの支配下になったところだ。このまんまじゃイーロッパだけじゃなくて全世界がやられちゃうよ。国連軍も全く歯が立たんそうだわ。私たちの力じゃ局地的な勝利は得られるけど、これ以上戦場が広がったらもう思い過ごしさ。ギャラクサだって隊員に限りが、これ以上戦火は広がらねえよ。でもさ、奴らイーロッパだけで満足するかね。あのエゴボスラーのやり方を見てると、そんな生優しいこととは思えんぜ。それに総裁 Z もいるわ。エゴボスラーのことだ。もっと大きな作戦の前触れがイーロッパ制圧だ。もっと大きな作戦。そうだ。だが残念ながら奴らの狙いはまだわからない。それを探らない限りギャラクタは叩き潰せない。その通りだ長官。ケンの言う通りだ。国際科学技術庁が懸命に彼らの戦略作戦を探った結果、ゲルトランドの諜報部員からある情報が入り、ゲルトランドの外れに敵の作戦本部があることを突き止めた。あれは？ここがデータバンク要塞と呼ばれる敵の作戦中枢だ。ギャラクターのイーロッパ制圧に続く作戦データはこの要塞の中にあるはずだ。それが手に入ればギャラクターの本当の狙いが分かるのだが。分かりました。すぐ出発します。待て、この要塞の守りは完璧だ。たとえ科学忍者隊といえどもたやすく近づけんぞ。人間の作ったもんなら必ずどっかに弱点はあるはずですよ。しかしくれぐれも慎重にな。はい、科学忍者隊出動。何や！いかがでございましょう、エゴボスラー様。この作戦室の出来栄えは？でかしたぞ。これなら敵の動きもこちらの攻撃も手に取るようにわかる。エゴボスラー様の思惑通りですな。奴らは我がギャラクターの狙いもわからぬまま、昨日は東、今日は西と局地戦に手一杯ですわ。このアグリカ進行作戦のプロセスデータは完璧だ。恐れ入ります。これで今までのようなまどろっこしい戦いは必要なくなるでしょう。そして一気に地球征服。ここからはレーダーがあるので、メカでは侵入できない。
従って俺とジョーは地上から行く。ジュン、リュウ、ジンペイはここで待機してくれ。何かあったら知らせる。思った通りだ。要塞を取り囲む岩山には高圧電流が流れてる。ご丁寧なこったぜ。誰か来る。もうちょっとゆっくり歩けよ。わざわれな年寄りじゃぞ。後ろにギャラクサの追っ手がいるんだ。死にたくなければ急ぎな。待ってくれ。待ちな。なんだお前たちは。ギャラクサか。違う。いや、なんだか知らんが、あのチンドン屋みてえな服からするとギャラクターじゃなさそうだな。俺たちは先を急ぐんだ。おお、待ってくれ、待ってくれ。おい、そっちは。ほっとけよ、奴らのあの服からすると囚人だぜ。たとえ囚人でもみすみす殺されるの。ほっとくわけにはいかねえってことだろ。しょうがねえ、行くか。伏せろ剣。この分じゃヤッコさんたち捕まってるな。助けてくれ。俺たちは迷子になっただけだ。囚人服を着た迷子だって。やるじゃないの。お前たちも俺と同じ仲間のようだな。お前ら囚人と一緒にされてたまるか。囚人と気安く呼んでくれちゃ困るね。俺は世界一の金庫破りのアラン・ロッキー様よ。で、わしは世界一の小僧のカミソリのサムじゃい。またの名をモーロクサム。あらあらあら、こいつは殺し屋のニックよ。ところでお前たちは科学忍者隊ガッチャマン。科学なんとかってギャラクターと戦ってる科学なんとかかい。どうやらお前たちの目的もあのギャラクターの要塞らしいな。俺たちの任務の邪魔だ。命が惜しかったらさっさと消えな。その通りだ。これはコソドロとはわけが違う命がけの任務だ。こいつは面白くなってきたり。俺たちもあの要塞を越えなきゃバルギーに逃げられない。ちょうどいい、一緒に行こうぜ。ダメだ、すぐに帰れ。そうかい。それならここで大声張り上げてギャラクターを呼ぶぞ。待てお前は物分かりが良さそうだな。一つだけ約束してくれ。必ず俺の指示に従うと。分かった。それじゃあわしは今日から科学老人隊サムじゃ。ウキウキしてくるの。目的地は近い。みんな頑張るんじゃぞ。待て、サムじいさん。じいさん、惜しかったな。もう少しで楽になれたのに。バカモン、わしは初めからなんか臭いと思ってたんじゃ。よし、俺が行く。よせ、無茶をするな。たった一つの命を粗末にするんじゃない。余計なことを。俺のお株を取られちまったぜ。俺たちも行こうぜ。ニック、ちょっとこっちに来い。なんだ。命のスペアはないことを忘れるな。命なんかいられぜ。それよりあれを見な。
なんともない。大丈夫だ。じいさん、あんたは戻れ。え？足手まといになるだけだ。そんな、年寄りを一人で放り出すつもりか。その通りだ。せっかくここまで逃げてきたんだ。今さらじいさんの道連れはごめんだぜ。お願いだよ。わしゃみんなが好きなんじゃ。もう迷惑はかけんから連れてってくれ。わかったよ、サムじいさん。ちっ、剣は甘すぎるぜ。ありがてえ。待て。ここを生きて通り抜けない限り中には入れねえってわけ。どうやらわしの出番のようじゃな。さっきギャラクターが持っていたもんじゃよ。もう大丈夫じゃない。ガッチャマン。いいか、くどいようだが、俺たちが任務を果たすまでここにいるんだ。勝手に動かないでくれ。わかったよ。ああ、疲れたぜ。アフリカ作戦は完璧だ。はい、この戦略をもってすればガッチャマンごとき。データ SP1 をデータバンクに保管します。これで我々の勝利は確実ですな。ああ、もったいないもったいない。じいさん、あんまりケチなことするなよ。一緒にいるだけで胸が悪くなるぜ。何よ、偉そうなこと言うなよ。お前だってたかが金庫破りだろうが。俺の仕事はじいさんと違って芸術さ。さて、そろそろスターの出番のようだ。じゃあな。こら待て、どこにも行くなと言われてるじゃろうが。わしもちょっと様子を見てこようと。あれだな、データバンクは。行くぞ、ジョ。これだ。しかし、これはどうやったら開けることができるんだ。構わねえから止めっこしちゃう。待て、その扉の鍵はもう開いてるぜ。こんなところにいたのかい。おい、やたら動き回るなと言っといたはずだぞ。そんなことをしたら中のものを手に入れる前に二人ともおだぶつだぜ。すげえ、さすがだ。危ねえぜじいさん、手を突っ込めな。今やるとレーザー光線で警報が鳴り響くぜ。あららら、ら全くよくできてるな。どうした、一流の金庫破りでもこいつはちょっと無理か。馬鹿言っちゃいけねえ。腕の見せ所はこれからだぜ。
やったー、これが芸術ってもんさ。お、危ねえ。あっ、お前はわしを助けるために。そうじゃねえ、俺はただ死にたかっただけよ。なぜだ。俺は殺し屋だ。金のために何人も殺してきた。その俺のせめてもの罪滅ぼしは死ぬことだけだ。ニック早く逃げろ。今機械室に時限爆弾を仕掛けてきたところだ。10分後に爆発するぜ。ニック、ニック。ガッチャマン、よくここまで入り込めたな。褒めてやるぞ。エゴボスだ。あいつがエゴボスラーか。おい、エゴボスラー、データカセットはこのロッキー様がちゃんといただいたぜ。な、なんだと。やつらをこっから生かして逃がすな。やれ、やれ。今だ、逃げろ、サブティさん。道を開けないとこいつを床に叩きつけるぞ。俺様の言うことがわからねえのか。こいつを放り出したらここにいる者は一人残らずクッパみじんになるんじゃろう。にゃーはたったねー。危ねえ、やめろ。サブじいさん、危ない、逃げろ。おくそーガッチャマンめ、またしても邪魔を。ボスラーどもはどっかへ消えちまったぜ。その代わりデータカセットは手に入れたぜ。ニックとサムジーさんの命と引き換えにな。こいつはよほど大事なもののようだな。どうだ、高く買ってくれんかね。この野郎、それを俺たちに売りつけようってのか。当たり前だ、命がけで手に入れたんだ。高く買ってもらわなくちゃ割に合わないぜ。そいつはあまり汚ねえぜ、ロッキー。サムジーさん生きてたのか。このサム様がそう簡単に死ぬかよ。ロッキー、そいつを手に入れるためにニックの命が犠牲になっていることを忘れるでないぞ。だからどうだと言うんだ。じいさん、分け前が欲しかったら俺についてこい。
誰がお前なんかに。どこへ行くんだロッキー。ガッチャマンが買ってくれなきゃ国際科学技術庁の南部長官とやらに売りつけるまでよ。じゃあな、頼む。あの野郎。いや待て待て、こんなことになるだろうと思ってやつの懐からすり取っておいたんだ。やつが持っているテープはただのカラオケよ。じいさんやるじゃねえか。どうだい、まだわしの腕も捨てたもんじゃなかろうが。まったくだところでお礼と言っちゃなんだが、一つ頼みがあるんじゃがな。あたたちこっから二人だけで歩いて帰るのかい。いや、この近くに仲間たちが待っているわ。そいつはいい。その仲間たちと一緒にわしをバルニーまでちょっと運んでもらいたいのじゃがな。ケン、こいつは断れねえな。そう来なくちゃ。はからずもガッチャマンたちは、老いたるコソ泥、カミソリのサムたちの協力により、ギャラクターの重要な作戦データを奪取することができた。このデータは、ギャラクターの野望を阻止する足がかりになるに違いない。基地に戻るガッチャマンたちの足取りは軽かった。アグリカにあるマントル工場が一瞬にして消滅した。ドール博士が開発した恐るべき消滅光線法によるものであった。その陰で父の研究を断念させようとする娘カレンの姿があった。次回ガッチャマンファイター消滅光線法の恐怖をお楽しみに。